か。もう終わりに差し掛かってまいりました。天気もよく、ロペ、ソラテラス、ソラテラスカフェ、若干混雑しておりますが、今は少し落ち着いてきております。また今皆様が車を止められた駐車場は竜王バスセンター前大駐車場となります。お帰りの際もこのバスを含めまして3台で、順次送迎を行っておりますので、ご了解の方のお願いいたします。また時間帯やお客様の数によっては少しお待ちいただく場合もあるかと思いますが、合わせてご了承ください。それではロペまで約2キロほどございます。5、6分で着きますのでもう少々お待ちください。
本日は中央スキーパーク奈良基地から皆さんお越しくださいまして誠にありがとうございます。これより標高 980m の山頂駅をお伝えいたしまして標高 1770m の山頂駅まで全長 1300m 高低差約 800m をご乗車時間180m となります。そして2カ所鉄道を通過いたします。鉄道通過の際に進みますのでご注意ください。次のロープウェイの発車は13時40分です。では発車を直前に行います。改札は駅舎内の改札口にて行いますのでロープウェイご乗車のお客様改札口付近にてお待ちください。合わせてご案内いたします。お手洗いはソラテラスカフェの1階にございます。ご利用ください。またソラテラスカフェの1階ではお土産を販売しております売店がございますのでぜひお立ち寄りくださいませ。